右方向です。ベッコンバッコンって言い方ねえだろと思った。正直精密機械においてノークレームローリターンは、まあノークレームはまだしもノーリターンはどこと思う。さすがに壊れてるものを追い越してノーリターン説明あったんだったら分かるよ。まだ片方聞こえませんでしたとか、うん、それでもどうですかとかね、そういう説明一切ないからね。まもなく上川レーン方向です。タイミングよく壊れたにしてもちょっとどうって感じだけど、元から壊れてきちゃったから、聞いた瞬間にダメだったもん。だから最初からダメだったんでしょ、うん、引っ張ってないよ。最初聞こえて途中で聞こえなくなったとかならまだ100歩譲っても分かる。初めからダメだった。まだなんかさ納得いく時はあるけどさ、うん、まあしょうがねえなみたいなさ、うん、ちょっと最初から聞こえてないのってちょっとね不信感しかないよね。詐欺だね、
してもなんかあんまりすごさ伝わってこない普通の走行じゃん。